Yugoslavia, Japan.サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。 V ゴールシリーズはこれで3作目の登場となりました。金子でございます。今回はナビゲート役としてワールドカップをお伝えしてまいります。小谷さん、それでは現地の様子を伝えてください。はい、小谷です。それでは間もなくキックオフです。ホイッスルが鳴り、前半の45分が開始されました。このカードはユーゴスラビア対日本。この試合、実況は私、小谷大輔、解説は金田信俊さん、木村和志さんのお二方をお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。イエローカードです。こうしなくても止められる技術が欲しいですね。このプレーでイエローですか。これで済んでよかったですよね。さて木村さん、苦しみに苦しんで本大会の出場権を獲得した日本ですが、ぜひたくさんの人に感動と夢を与えてほしいですね。そうですね。これでは通らない。手元の時計でどうだ。ユーゴスラビアスーパーゴール。ようやった。リプレイが出ました。チャンスで確実に点に結びつけました。強引な選手がいると実に攻撃に迫力が出てくるんですよね。キックオフで試合再開です。ファールチャージです。動けません。負傷か。今日の試合激しいですね。今のプレーにイエローカードが出されます。ああ、イエローですか。これはイエロー覚悟で言っていますね。これは出て当然ですね。これはゴールラインを割ってますね。ノー、前方のスペースにボールを送り込む。回り次第でこのパスを生かせますよね。ここで止めたい。キーパー、いい判断だ。ユーゴスラビア1点のリードを保っています。キーパー防げるか。クリアした。これはカットされます。ゴールラインを割ってゴールキックになります。前方に大きく送ります。意外な選手の前方に長いボールを送った。前半も中盤に差し掛かります。29分、クリア。ちょっと縦一本が多すぎますね。ロン、タイミングを外してしまったか。日本、大きくクリアしてきた。自由にやらせちゃいけませんね。ちょっと安易なパスだったか。ユーゴスラビア
前半最初のコーナーキックをつかみます。ゴール！いい時間帯に追加点を挙げることができました。やりましたね。もう一度見てみましょう。さすがといった感じです。彼がキープすることによって周りも生きてくるんですね。キックオフで再び試合が始まります。ユーゴスラビア現在2点をリードしています。落ち着いていきたいところ。大きく蹴り出した。これじゃあ点を取るのは難しいですね。ユーゴスラビア現在のリードは2点となっています。ここでカウンターです。ここで前半終了のホイッスル。ユーゴスラビア今日は調子がいいみたいですね。どうご覧になりますか、金田さん。次の1点を取れば完全にゲームを決めてしまえるんですが。ユーゴスラビア選手交代のようです。残り45分、後半戦が始まりました。マークを捨ててクロスボール。安易なクロスはいけませんね。審判流しました。プレーオン。まあ当たり負けするのはどうしようもないですが。大きく前方へフィード。審判流します。左サイド上がってきて右から放り込んだ。どうだ。これはカウンター狙いか。日本大きくクリアしてきた。おっとこれは激しいプレーだ。ここで倒れない足腰の強さってのも必要な。ノーホイッスルのようです。プレーは続行。あまり試合をと大きくクリア。ここからどうするか。周りが動いてサポートしていかないと前線で孤立していますよ。オーバーラップしてきている。カウンターのチャンスか。もっとボールを大切にしてほしい。縦にロングパス。パスとドリブルを織り交ぜていくべきでしょうね。ノーホイッスルのようです。プレーは続行。どうしても激しいプレーが多くなりますよね。審判が大きく蹴り出してきました。もっとプレッシャーをかけてミスを誘っていきたいところですね。先方に送ります。運が良ければ点につながるかもしれませんけどね。後半戦の中盤28分、左サイドオーバーラップ。ゴール前に走り込んできている。やりました。リプレイが出ました。今日は大活躍ですね。派手なシュートもいいですが、コンスタントに決められることがすごいんですよ。さあキックオフです。ユーゴスラビア勝利は時間の問題だ。日本スローイン。日本大きく縦にフィード。この一本が通ればチャンスになりますよ。いいクロスが上がった。ちょっと反応が遅れたか。落ち着いていきたいところ。これはキーパー真正面。後半もあとわずかになってきました。残りあと5分。相手ディフェンダーのここでクリアした。
中盤を支配されていればこういうプレーしかできないというのは分かるんですが。日本上がっています。前方のスペースにボールを送り込む。ここでホイッスル、試合終了です。かなり一方的な試合だったんですが、ユーゴスラビア代表大差をつけて勝利しました。それでは失礼します。ユーゴスラビアやりましたね。見事このフレンドリーマッチに勝利しています。このモードで腕を磨いたら、今度はワールドカップでも頑張ってください。ナビゲーターは金子克彦でした。現地実況は小谷泰介さん、解説は金田信俊さん、木村和志さんでした。ごきげんよう、さようなら。